昔々真鶴の高丁場というところに一匹の小狐がおった。この小狐、母狐からはぐれてしまったのか、まだよちよち歩きじゃったが、それでもこの広いのっぱらを元気に走り回っておった。それでも時には寂しくなって、一人月を眺めて過ごすこともあった。自分こんなところで子供が泣いとる。どうしたんじゃ、うん、村じゃあんまり見かけん子じゃが、どうしたんじゃ。わーい、おーおーおじちゃんおんぶして、楽ちん楽ちん。どこの子か知らんが、こんなとこに置いとくわけにはいかん。村まで連れて帰るとするか。こうしてキスケどんは背中に眠っている子供を起こすのもかわいそうと思って、ゆっくりゆっくり歩いて行って、村まで二三丁のところを朝までかかって、しまいには大きな石を背負わされているという具合じゃった。キツネに化かされただと。いい年して情けないの。で、どこで化かされたんじゃ。村外れののっぱらで一晩中。けしからんキツネじゃ。ほっとくわけにはいかんぞ。よし、わしに任しとき。わしがそいつを退治してくるわ。村でも一番の力持ちの五作どんが六尺棒を持って出かけた。泣いてバカそっかって、そうはいかんの。道に迷って家に帰れないよ。いやいや、わしは絶対に騙されんぞ。真鶴に帰りたいけど道に迷ってしまったよ。騙されるもんか。おじちゃん、真鶴まで一緒に連れてってよ。おい、キツネ、わしは絶対に騙されんからな。おじちゃん、おんぶして。おい、これ何するんじゃ、いきなりおぶさったりして。わあ、大きな背中、あったかい背中。おい、これわしの背中で眠ったりなんかしちゃいかん。おい、これじゃあこの手は、ちっちゃいかわいい手しよって。こうして五作どんは幼い子供の寝顔を見ていると、ついついその気になってしもうて、村とは反対側の山ん中を一晩中歩き回って、夜が明けて気がついた時には山のてっぺんで二抱えもある木の根っこを背負わされとったそうじゃ。それから五作どんは三日三晩大いびきをかいて寝込んだそうじゃ。それからも何人かの村人たちが狐退治に出かけたが、結果はいつも同じことじゃった。それでこのままでは隣村へ用足しに行くこともできず、村人たちは困ってしもた。そこで村一番の知恵者と言われる定吉どんに相談してみたが、定吉どんはいろいろ考えた末、よしと決まった。それでその夜、早速定吉どんは狐の出る原っぱへと出かけた。
たな、キツネめ。よしと、まずは騙されないようにこうやって両方の眉毛に唾を塗りつけてっと。ねんねんころりん、おいらの背中でねんころりんと。わあ、いいな、おじいちゃん。真鶴まで送ってよ。おお、来た来た。そ、おんぶしてあげる。それそれそれ。それにしても、かわいい顔して、いかんいかん。これがいかんのじゃ、だまされちゃいかん。あ、真鶴までは山道になるからね、縛っていかないと落っこちたら大変だ。夕が早いか、定吉は一目散に駆け出した。そうして一直線に村まで走ると、自分の家の中へ飛び込んで柱に小狐を縛りつけた。村人たちは松葉を集めると、それを燃やし、煙を家の中へ送り込んで小狐を懲らしめた。小狐はやっとのことで取り囲んだ村人たちの間を抜けると、そのまま庄屋さんの家の中へ逃げ込んだ。やーい、小狐め、出てこーい。かくだかくだ。うわー、騙されんぞ。出てこーい。村人たちは庄屋さんの家中を探し回った。どの部屋にも小狐はおらんかった。残るのはこの部屋だけじゃ。それは庄屋さんの家の中では最も立派な部屋じゃった。12本の柱にはそれぞれ12種の彫り物がしてあった。この部屋のどこかに隠れているはずじゃ。しかし、これだけ動物の柱がありゃ、どこに隠れたかさっぱりわからん。そうか、やっぱり。定吉殿、どうした？何かわかったか？さっきから柱を数えてたんじゃが、12本のはずが1本増えて13本になっとるぞ。え？ 1、2、3、4 と。キスケ殿と吾作殿も数えてみたが、やっぱり1本多くて13本あった。本当に13本じゃ。知らんふりして1本ずつ確かめてゆくべ。ネズミ1本。牛じゃあ2本。トラ3本。ウサギ4本。タツ5本。メイ6本。馬7本。羊8本。猿9本。10本。犬11本。イノシシ12本。イノシシ13本。あっきゃ。はあ。尻尾の長いイノシシ。そして1本多い13本目じゃ。キツネめ、見つけたぞ。みんな柱を取り囲め。表は大丈夫じゃ、取り囲んだぞ。もう逃げられんぞ。思い知らせてくれる。そこうして村人たちは小狐をとっ捕まえて殺してしまったそうな。それ以来、野原の一本道は以前のように静かになった。じゃが、村人たちはその道を通るたんびに何か心に引っかかるものがあった。ちとばかしかわいそうなことしたの。あの狐、そんなひどい悪さしなかったからな。あの狐、化かすときはいつもわしらの背中におぶさって嬉しそうにはしゃいでいたからな。ひょっとするとあの狐、こののっぱらで一人寂しかったんじゃなかろうかの。村人たちはせめてもの狐への償いにと
村の外れに稲荷神社の祠を作り、小狐を祀ってやった。そこは、あの小狐が飛び回っていた野っ原がよく見回せる場所じゃった。